シカゴトリビューンで活動していたアメリカ合衆国の映画評論家、ジャーナリストである。同業のロジャー・イーバートと共に1975年から1999年まで映画レビュー番組で司会を務めていたことで知られる。イリノイ州シカゴで生まれる。両親はロシア系ユダヤ人の移民であり、シスケルが10歳の時に亡くなる。両親の死後はおばとおじに育てられる。シスケルは カルバーアカデミーズに通い、1967年にイエール大学で哲学の学位を得て卒業する。大学時代はピューリッツァー賞受賞作家のジョン・ハーシーの下で学んだ。1969年にシカゴトリビューンに就職する。彼の評論が初めて紙面上に掲載されたのは映画ラスカルであり、これは彼が 新聞所属の評論家となる1ヶ月前に書かれたものであった。評論内容は好意的なものであったが、当時新聞は星取り表による採点システムを採用していなかった。またシスケルは、米陸軍予備部隊に入り1968年、初頭に初頭士官訓練を終えて、国防情報学校で軍事ジャーナリストと広報官を務めた。その後シスケルは、 プレイボーイ氏を創刊したヒュー・ヘフナーと知り合った。1975年にシスケルはシカゴサンタイムズの映画評論家のロジャー・イーバートと組み、地元シカゴの PBS 局である WTTW で番組の司会者となり、最終的にそれはスニーク・プレビューズとなる。番組のサムズ・アップ・サムズ・ダウンシステムはトレードマークとなり、コメディ番組 SCTV。 インリビングカラー、ビザールや映画、ハリウッド夢、工場、オスカーを狙え、ゴジラなどでパロディにされた。スニークプレビューズは1977年には PBS の番組となって全米の視聴者に見られることとなった。1982年に WTTW と PBS を離れたシスケルト・イーバートはトリビューンブロードキャスティングで新たに a t ザ・ムービーズを始めた。 1986年に二人は、ウォルト・ディズニー・カンパニー参加の曲に移り、新たに、シスカル・エーベルト・ザ・ムービーズを開始する。シスケルト・イバートは普段は、映画やトーク番組を除くテレビシリーズへの出演を、世間への責任を損なうと感じていたので拒んでいた。しかしながら、テレビ番組で司会を務める映画評論家が登場する、テレビアニメ・ザ・クリティックへの出演は、 抵抗できなかった。出演したエピソードは、シスケルとイーバートがコンビを解消し、共に著名な評論家のジャイシャーマンを新パートナーに希望するという内容であった。二人は他に子供向け番組セサミストリートにも一話のみ出演した。さらにシスケルはザ・ラリー・サンダース賞にも出演した。九百九十八年五月八日に、シスケルは男性脳腫瘍と診断され、 三日後に手術を受けた。1999年2月3日に、シスケルは休暇を発表したが、ロジャーが私よりもたくさん画面に映って欲しくないので、急いで回復すると述べ、周期に復帰する意向を明かした。1999年2月20日に、シスケルは他の手術との合併症により53歳で亡くなった。シスケルの死後、シスカルエーベルとのプロデューサーは、 後継者探しを兼ねて他の評論家をローテーションで起用した。最終的にイーバートと同じシカゴサンタイムズのリチャード・ローパーが後継となり番組名はエーベルトルーパー・アット・ザ・ムービーズに変更された。シスケルが最後にイーバートとテレビで批評した映画はバージン・フライトまた紙面上ではフレディ・プリンゼ・ジュニアのロマンティックコメディシーズ・オール・ザットであった。 ありがとうございます。